僕って進化前ポケモンを売りにしてるじゃないですか。でもさ、進化前ポケモン強いですって動画にしてるけど、実際お前強いんけっていう風に思う方結構いらっしゃると思うんですよね。そこで今回はこの進化前ポケモン縛りでランクマに潜って、ちょっとマスターボール級にちょっと駆け上がってみようかなっていう風に思います。そこで今回使用するパーティーはこちら。条件として種族値450未満の進化前ポケモンで限定してパーティーを組んでいます。まあ、そうしないと、オコリザルとかキリキザンとか、あとストライクとかも使えるようになってしまうので、まあ、その辺のポケモンたちの種族値は十分高いということで、例外として除外しています。ということで、皆さん、早速対戦の方へどうぞ。さあ早速、シーズン2、進化前統一で、戦っていこうと思います。今回使用するポケモンはこいつら。やる気者とおのんどで戦っていこうかなと思います。さて、対戦よろしくお願いします。お、なかなかに味の効いたパーティー来ましたね。タン塩か。焼肉の鉄板メニューが来ましたが、まあ残念ながら僕のパーティーはね、ちょっと焼肉に合いそうなポケモンが全然おらんので、まあそれがどうなるかという感じではございますが、今回の相手のパーティーはね、意外とやる気者で通せるんじゃないかな、そんな気がするので、選出はね、まず挨拶代わりにウソアチからいきます。ワンチャンイルカマンから来る可能性があるんでね。なので、あとはやる気者とギモでもいいな、これでいきましょうか。ということで今回は、まあ、嘘8でカウンターで倒せるやつは倒して、他はね、まあ、義務で隙あらば壁を張っていって、やる気者でビルドアップで全抜きしていくような、そういうルートで戦っていこうかなと思います。というわけで、対戦よろしくお願いします。イルカオンからちゃんと来ましたね。オッケー！まあ、今回嘘8は進化の奇跡型ではないので、まあ、何をするかはもう単純明快です。やることはシンプル、カウンター打つだけです。問題は、イルカマンが、そこまで火力がないポケモンの、可能性が結構高いから、カウンターが正確に刺さるかどうかがめちゃくちゃ怪しい。あー、微妙な火力だ。これは、これはなんか最悪ドラパルトが来ても、別にいいかなぐらいの気持ちになってしまったな。まあ、とりあえずゴツゴツベッドでダメージを入れることができたから、まあ結果としてオーライかなって感じ。さあ、あいつはやりますね。ちゃんとカウンター読みでドラパルトに交代してきましたね。これはちょっと一本取られたなっていう気持ちで山々ではありますが、まあ全然問題はないです。で、問題はドラパルトが壁を張ったとしても特性すり抜けで貫通してくる可能性が、まあ、十二分にあり得るよと言ったところでしょうか。まあ、ここはデンちゃんから入ります。さあ、これでちょっとはやる気者で積みの起点にしやすくなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、それがどう出るか。トンボ返り。なるほど。ちょっと待って、この急所も結構でかくないか。いや、ちょっとその急所もね、あんまり嬉しくないね。イルカマン来ましたな。イルカマンはね、これどうしようか。ジェットパンチは多分耐えれはすると思うんですけど、リフレクターがね、晴れるとラッキーぐらいで、ちょっときつくない？うん。これ、あ、ちゃんと耐えたわ。うまっ。これ耐えれるんやったら、ちょっと待てよ。上は取れてるな。いや、電磁波入れて捨て台詞でいいんじゃない？はい。この流れでいくと、いや、もうやる気者で詰まして勝ちな気がするな。はいはい。壁張ります。OK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 。では、ここから、イルカマンはね、多分、インファイトを打ってきてくれると思うんで、今回やる気者、進化の奇跡を持たせてビルドで積んで、倒していくことが前提になってます。で、今、
このやる気者の耐久ラインっていうのが、キノガッサのマハパンチを確定台調整しているような、そんな状態なんですよね。で、インファイトは多分全然耐えれるから、ここはむしろビルドアップを積みまくるところが前提でいいと思います。さあ、ビルド積んでいこうか。これでドラッパルトも、おおむね大丈夫だと思うんで、あ、なるほどね。そこで痺れて動けなくなっちゃうんだったら、ちょっと待てよ。多分、普通に突っ張ってきてるってことは、インファイトを押してくる感じだと思うんで、全然いいです。ビルド積みまくりましょう。さあ、やる気者は、ビルドを積むことによって、無敵の要塞に化していきます。待って、めちゃくちゃ運がいい。で、リフレクターのこともあるから、まあ、イルカマンをやるだけやっとけば、まあ、それでいい感じもしなくもないが、あ、オッケーオッケー。え、マジ？ゴミみたいなダメージじゃん。おい、あの、超攻撃力高いと言われているイルカマンのウェーブタックルがこの程度しか入らないと。さあ、え、相手さんこれやる気者突破できますかね。もう義母で両金も張っている状態の中、さあここから相手は何をしてくるんでしょうか。やる気者お尻が真っ赤で可愛いですね。なんかルビサファとかのああいうドットと違って、時を遡ってさ、もう15年ぐらい時を経て、めっちゃ毛並み感ふっさふさに感じるのが時代感じますね。サザンドラもあれ、ちょっと待って、これストーリー進めんかったらさ、テラスタル使えへんの。嘘でしょ。俺は今衝撃的な事実に気がついた。これさ、ちゃんとストーリー攻略しなかったらテラスタル使えないんだね。俺学校入学前に、いや、これストーリー潜ってるからさ、今なんか大変なことになってるわ。さあ、え、そういうことは、まあ、皆さん、あのテラスタルを発動しなくても、あの、勝てるっていうところをちょっとちゃんと見せるわ。うん。もうあの、いにしえのポケモンバトル、ちょっとこれちゃんと相手に見せつけてやりますわ。びっくりした。あの、皆さん、サブロムでランク戦潜る方、もしいらっしゃったらですね、ぜひですね、あの、学校はちゃんと入学しましょう。あの、学校入学しないと、僕みたいにテラスタル、使えなくなっちゃう。まあ初戦からして、まあ様々な事故が起こりまくってますが、まあその代わり僕、あのハンデとして、あの流星群かわしてもらったり、まあイルカマンがなんかまひってくれたりで、まあ結構ですね、いろいろと恩恵はいただいてるんで、まあこれで五分五分ということでさせてもらえないだろうか。ちなみにやる気者は無無理で110あったんで、ドラパルトスカーフじゃない限りは抜かせます。でトンボ返りとドラゴンアローを使い回してきたんで、スカーフではないことを確定してますな。おいね。ということで対戦ありがとうございました。あ、降参するとイルカマンって元の姿に戻るんや。へえ。相手は何をやりまくるんだ。さあ、不安で胸がいっぱいになりそうな方が来ましたが、これはそうね、誰から行こうか。ちょっと骨があるパーティーが来ちゃったんで、おそらく勝ち筋としては、義母先発からの雪わらしおのんどで全抜き仕掛けていくのが妥当な感じがするので、これ戦っていこうと思います。で、今回はね、あの、真面目に、厳しい相手が結構いるんで、それがどうなるかって感じです。これは誰が来る？ここは大体予想通り。ね、ここは、何をしていくかっていうと、電磁波から入って、雪わらし着地かな。
さあ、こっからどう出るかなんですけど、普通に突っ張ってくるんや。へー、これはびっくりですね。あ、そうなんだ。じゃあこれ性格悪いやっちゃうな。これ多分いけるんちゃうか。リフレクターでとなると、アーマーガーが結局めんどくさくなることに変わりはないんで、ここ何で投下していこうかな。サザンドラも結構めんどくさいから、両肩張って退場する感じでいくか。 OK、 相手はスカーフ持ちの可能性が結構高いんで、これで雪わらしに繋いでいく方向性でいこうと思ったんですが、フンドの拳が来るらしいんで、これはそうね、相手はターン数稼いできてる感じか。オッケーオッケー。まあそれさえ分かってしまえば、まああとはもう適当に電磁波連打しとくか。義母がやることなくなってしまったわ。おーん、なるほど、インファイトじゃ打ってこないのかな。いや、雨がめんどくさいねんな。雪嵐行きましょうか。もうここでインファイト打たれたら打たれたで全然いいんで、ここ相手やるんだったら、ああ、まあ結果として運が良かったわ。これすることによって、ブラッキーをさっさと発動することができるんですよ。それが一番のメリットで、で、雪嵐がね、まあ111族なんで、一応この世猿を抜かせますと。なので、ここは身代わり張って、この世猿をちょっとはめていく方が、得策な感じがしますな。ということで、素早さも上げていくところもかけて、ちょっと攻めていこうかなと思います。さあ、そういうわけで、こっからは雪わらしの、ハメ戦法をしていこうかなと思います。で、この世猿をさっさと倒してしまえば、マジで話が早くて、ここアンコールから入って、ダメだわ、アンコール入ってダメだ。身代わりから入って、相手が痺れるのを待つ方が良さそうですね。で、ここは絶対に、守る読まれる場面なんで、もう一回身代わり入ります。てか、なんならここを身代わりさえ張ってしまえば、あと氷テラスタルで、全抜きまで見えるんだよな。はいはいはい。なので、まだ諦めなくていいな。結局やってることが僕、鬼氷と、あんまり大差ないんだよな。特防軍、まあいいでしょう。で、あー、素早さ下がんの良くないね。守ります。ここちょっと素早さ上がらないと割と後ろのポケモンがきつくなるから頑張ってほしいですね。頼むわ。5分の1でしょ。ああ、特攻は十分上がってるんよ。いや、特攻はね、いいよ、特攻は。いや、特攻はいいんだけど、素早さよ、素早さ。頼むわ、ここ。あ、上は取れてよかったよかったよかった。いや、一回上取れてるのは、首の皮一枚繋がっていて、相手が結構動くんだよな。それがちょっと微妙すぎるんだよな。さあ、リフレクターなくなる。防御軍はちょっと微妙で、また素早さ下がった。いや、ここも別に交代されるのは仕方ないから、もう一回守るしかないわ。で、それで守るだけ守って、素早さ、2回入れるしかないんだよな。あ、なんか切断で勝ったわ。なんか勝ったわ。さあ、対戦よろしくお願いします。今回は、ウソハチ、オノンド、雪わらしのこの3匹で戦っていこうかなと思います。そういうわけで、対戦よろしくお願いします。先発ね、ワンチャンポットですから来るかなと思うんで、そこをウソハチがイカ様で相手を騙していこうかなと思います。いや、来たー。さあ、ウソハチというとステルス速攻をばらまいてくるイメージが強いかもしれませんが、相手が殻を破ってきたらもうそれは最後よ。殻破ってきましたね。さあ、これで相手が消え穴たすきを持っていなければ、おそらく消し飛ぶことには変わりないことでしょう。さあ、申し訳ないが、ここでポットレスには、
お亡くなりいただこうかな。いいダメージ。OK、助け持ってましたね。で、今回頑丈なんで、相手の技は適当に耐えることはできます。で、それよりもですね、これ相手がバトンタッチしてきたら、これイカ様のダメージ、大変なことになるんで、イカ様を舐めると、どんだけやばいのかを、皆さん、見せてあげますよ。ウェイにバルトが来たらめちゃくちゃありがたいねんけどな。デカムちゃんか。こいつね、型破りやから結構めんどくさいですね。倒せる？いやー、まあ倒せんよな。でもイカ様でこんだけ消えたっていうことはだいぶでかいね。で、ウソハチは今回一応 HP には振ってて、実はね、素でも割と防御高めなんですよ。で、デカルちゃんは言うほど攻撃力高くないんで、デカハンマーに気をつければワンチャン耐えれる可能性があるんですよ。なので、ここは雪晴らしで、デカハンマーをちょっと、発動していただきまして、その後デカハンマーって連チャンで使えないんですよ。だからそこの隙をうまく利用して、ウソハチでもう一度イカ様で倒していこうかなと思います。さあ、目論見通り、デカハンマーを打ってきてくれたということなので、ウソハチ、行っちゃいましょう。いや、型破りのポケモンね、こういうことがあるから、実は好きじゃないんですよね。うますぎる。お、ここで頑丈潰されずに生き残るのめちゃくちゃでかいねんけど、あれいけるんちゃうか。じゃあこのままいくと、あと誰なんでしょうね最後。ウソハチ大活躍なんだけど、相手のパーティーめちゃくちゃ破壊してるやん。グレンアルマね、グレンアルマはね、これはどうなんだろう。砕ける鎧だとは思うんですけど、これね、弱点保険持ってる場合、負けなんですよね。うわ、もう救急車が来てる。もうフラグ立ってるよ。でもここで岩石封じを入れることができれば、おのんどで上を取ることができるんで、その削れ方次第では、ワンチャンおのんどで倒せる可能性が出てくるんだよな、地ならしで。地なんだで。なのでちょっとそれを期待していくか。ガンプ言います。波動弾持ってるか。まあ、瞑想とか打ってこなかったっていうことは多分、弱砲型ではなさそう。勝てー！あ、砕き量じゃない。これはちょっと嬉しいかも。じゃあここはもう普通に岩石封じで切っちゃいましょうか。ね、これ、ウソハチの眼風で、こんだけしか入らなかったっていうことは、多分ね、おのんどの地ならしでは倒せない可能性が高いんですよ。なので、ここは、一回竜の舞を入れることで、地段出していくのが確実かな。さあ、竜舞しましょう。おのんどは初手竜舞や前回は、デバフ型として育成しましたが、アタッカー型も強いんだぞっていうところを見せつけてやりますよ。これは多分ギリギリ耐えれる。バーまさかの急所泣いちゃった。